お元気ですか、ボクシビでございます。今回は BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック開封していきたいと思います。それでは早速、開封しますが、1箱目もね、やりましたのでね、2箱目の方は前編と同じくノーマルカードの説明は割愛とさせていただきます。レアカード、キラカード、直筆サインカードのみ紹介いたします。石垣正美内野手のキラでございます。2袋目でございます。失礼いたしました。松山真也投手のカードでございます。根尾昂投手のカードでございます。石川昂弥内野手のキラーでございます。石川昂弥選手でございます。3袋目でございます。で、石川昂弥選手のこちらでございます。こちらが、50枚限定のねカードとなっております。はい、こちらでございます。福田幸之助投手のキラでございます。4袋目でございます。大野雄大投手のカードでございます。で、高橋宏人投手のカードでございます。ライデル・マルチネス投手のキラでございます。藤島健人投手のカードでございます。藤島健人投手でございます。5袋目でございます。で、石川昂弥内野手のこれカードでございます。
大野雄大投手のキラでございます。藤島健人投手でございます。6袋目でございます。柳裕也投手のカードでございます。ちょっとね、ビデオカメラが映ってしまいました。失礼いたしました。細川誠也外野手のキラでございます。7袋目でございます。で、小田豪輝外野手のキラでございます。8袋目でございます。村松海斗内野手のキラでございます。で、ラストの9パック目でございます。ちょっと映像がね、ぼやけておりますが、ご了承ください。大島洋平外野手のキラでございます。小笠原慎之介投手のキラでございます。祖父江大輔投手のカードでございます。以上で BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。ちょっと映像の途中でね、ちょっとぼやけてしまいましたところで深くお詫び申し上げます。最後にですね、こちらのね、石川選手のこの限定カードをね、出してお別れしたいと思います。こういう感じでございます。はい。
中日のね、2箱目の方は、残念ながら直筆カードは出ませんでしたが、楽しめたら、ね、私は光栄でございます。で、次回はですね、プロ野球チップス、2024の第2弾の開封動画、第10回目をね、やりたいと思います。5袋から、10袋で予定しておりますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。